さあ、変わってはエリアの話題をお伝えします。わが町レポートのコーナーです。今日のラインナップこちらです。どうぞ。さあ、まず1本目は若草通り商店街で開かれました第5回高校生商店街の模様を、そして第37回あや競馬の模様をお伝えします。それではご覧いただきましょう。どうぞ。若草通り商店街で高校生による地域活性化を目的とした第5回高校生商店街が開かれ、多くの買い物客でにぎわいました。この日は宮崎商業高等学校の生徒およそ30人が椎葉村の特産品を販売したり、手作り体験イベントを行ったほか、宮小奏曲部による演奏なども披露され、訪れた人を楽しませていました。またお菓子の販売では県内の和菓子専門店と連携して、月入れ餅や栗きんとんが数量限定で用意され、生徒たちは買い求める客に商品を丁寧に説明して和菓子を販売していました。友達と協力しながら商品を売ることが楽しかったです。想像以上にお客さんが来てくれて売れたので良かったです。多くの人に来てもらいたいと思っています。お姉さんたちと作れて嬉しかったです。作ってないんですけど見てて楽しかったです。頑張ってるなと思って、とってもいいんじゃないでしょうか。なるべくこう街に皆さんが流れてくる、ね、工面をいろいろされてるんですけどね、頑張ってほしいですね。生徒たちが主体となって商店街をにぎわせた高校生商店街、地域の発展につながるイベントとしてこれからも期待したいですね。風物詩第37回あや競馬が綾馬事公園錦原競馬場で開かれ、多くの家族連れなどでにぎわいました。あや競馬では8レース分の1着2着の予想順位が印刷されたお楽しみ券1枚と地元の特産品のセットが500円で販売され、結果が当たればレースごとに日用品や特産品がもらえます。そしてあや競馬の魅力は何といっても馬との距離の近さ。レースが始まると土煙を上げながら疾走する競走馬の迫力に、詰めかけた来場者からは大きな歓声が上がっていました。またレース以外にもポニーとの触れ合いコーナーや乗馬体験のほか、地元の農産物などを販売するイベントも行われ、訪れた人たちは秋の行楽を思い思いに楽しんでいました。近くで見れるので迫力があっていつも楽しんでます。馬が速くてすごかったです。馬の足と縦髪がかっこいい。仕事とかでこう一緒に行動することがあまりないんで、今日こうやって来れて嬉しいです。地域の楽しみとして長年続いているあや競馬、これからも多くのファンを楽しませてほしいですね。はい、では振り返っていきましょう。はい、まず1本目、若草通り商店街で開かれました第5回の高校生商店街ということなんですけれども、宮小の生徒たちはですね、このイベントのために、夏休みあたりぐらいからですかね、ずっと放課後であったり課題研究の時間で、どんどん準備を進めていたと。で、紹介した以外にもですね、生徒自身が椎葉村に出向きまして調査を行って作成した PR 動画、椎葉村のを作って特産品と一緒に PR したりとか。でもやっぱこうそういった準備もそうですけれども、やっぱ当日ってなるとお客様がいらっしゃってリアクションがあったりとかで、そういう会話があったりするわけじゃないですか。それってやっぱり授業じゃなかなかできない体験だと思うので、あ、もっとこうしたら喜んでもらえたであったりとか、次はこういうことしようっていうのにもつながるでしょうし、地域も活性化につながるでしょうからね、なんかどんどん続いていってほしい、イベントだなというふうに思いました。はい、はい、そして第37回あや競馬なんですけど、ちょっと新聞にですね、ババンと
いいですね、かっこいいですね。すごい秋かけるっていう感じでね、本当土煙がぼわっと躍動感すごい写真ですね。すごいですよね、かっこいいお馬さんたちも。これをまあ近くで見れるっていうところがやっぱこれの醍醐味ということなんですけども、馬券を販売しないアマチュア競馬としては九州最大級なんだそうです。で、まあ、一時中断された時もあったそうなんですけども、1982年に綾の50周年を記念して復活しているということなんですけど、今年は宮崎と鹿児島から49頭の馬が参加したそうです。で、お楽しみ券とセットで販売されたのがささみの燻製とか、藍染めの作品とか、落花生とか陶器とかいろいろあったそうですよ。それと一緒にまたどこがこうどの馬が速いかっていうのをちょっと当てるっていう楽しみもあったと思いますんでね、いいお天気で良かったですね。はい、以上お送りしましたわが町レポートのコーナーでした。